どうも、トラモコズキです。この動画では肺活量を増やすためのポイントということについてお伝えしていきたいと思います。別の動画でブレスのチューニングということで、理想の姿っていうところに、近づけていく、そのためにはどうしたらいいかということで、解説をさせていただきました。で、今回もそのチューニングのもう一つのパターンですね、お伝えしていきたいなと思います。今回のポイントっていうのはものすごく簡単で、本当に次に息を吸うタイミング、次にブレスを吸うタイミングでもうできちゃうようなことなので、ぜひですね、取り組んでいただきたいなと思います。で、これをですね、しっかりとやっていただくことによって、肺活量っていうのを伸ばして、音量を上げて吹けたりとか、あとは音色ですね。結構今詰まってしまってるなっていう印象が自分の音にあったとしたら、この肺活量を増やして、しっかりと息を流してあげることによって、ちょっとスポーンとこう抜けていくような音、作り上げていくことができますし、逆にこれができないとですね、ブレスでも浅くなってしまったりとか、浅いブレスが例えば高音域を出しにくくしていたりとか、ブレスが浅いことによって押し付けがちになってしまうんですね、実は。で、押し付けがちになると唇へのダメージっていうのが大きくなって、バテがすぐに来てしまったりとか、スタミナがないなっていうふうに感じてしまうことにもなるので、ぜひですね、ブレスの吸い方っていうのを意識的にやっていただければなと思います。で、今回お伝えする方法っていうのは何かっていうと、サイレントブレス、サイレントブレス。で、これ何かっていうとですね、ブレスをするときに、よく、合奏とかで、音をちょっと立てて、スー、ハー、音出るみたいな形で、みんなでこうですね、合わせやすいようにするためにとか、でこう音を出したりすることっていうのを、教わってきたりとか、自然と周りがやってて身についてしまっているって方いると思うんですね。ただ、ちょっとこれが、ブレスを、本来吸えるブレスを浅くしてしまっている原因にもなっています。なんでかっていうとですね、まず音が出るっていうことは、何かしらにこう当たってたりするんですね。今こうやって手をこうやってやっても、何かしらのものとものが擦れたりしている、このことによって音が鳴っています。で、これ何がブレスと、空気と関係があるのかっていうことなんですけども、例えば真空状態、何も、空気がない状態でこうやってやっても音は出ないんですね。で、ちゃんと空気があるからこそこうやってやると音が出る。つまりブレスをこう息を吸った時に音が出てしまっているっていうのは、息を吸う時に肺に入っていく道のりでどこかしらに息が当たってしまっている、スムーズに入っていけばその分だって吸えたのに、この音によって息が変わってしまっている状態になるんですね。で、これ今聞いただけでもすごくもったいないと思うんです。本来ならばあなたの肺の中に入っていて、それが楽器に入っていて音と変わるものが、肺の中に入る前に無駄な音に変わってしまって、で、ブレスが浅くなってしまうっていう、最終的な結果を生み出してしまっていることにもなっています。なので、あなたに、ぜひ心がけてやっていただきたいことっていうのが、息を吸う時に音を立てずに吸う。多少の部分はしょうがないと思うんですけれども、なるべく音をカットして吸うことがすごくポイントになります。ぜひですね、すごく簡単な方法で次のブレスっていうところから試していけると思いますので、取り組んでいただければと思います。で、他にもブレスを深く吸って音色を良くしたいなとか、高音域出せるようにしたいなっていう方は、ぜひですね、動画概要欄にある URL から吸い方をですね、しっかりと学べるオリジナルメソッドをプレゼントしていますので、こちらダウンロードして活用してみてください。今回も動画の内容面白かったよとか役に立ったよって方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録の方お願いします。ではこの動画はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。